リュウ、コイチ、ノンファミです。さあ、今回の企画ですけど、ノンファミ食堂、イエイ、第2弾です、ね。2弾ですね。盛りかけコンビ、かけ盛り、盛りかけコンビの、まあ、第2弾紹介なんですけど、まあ、本当にちゃんとしたロケになってんじゃないの。俺もそう思う。ノンファミの中でも、まあ、しっかりした。しっかりしてる。二人なんで、ちゃんと壁男らしさ、みたいなところを紹介してくれるんじゃないかな、みたいな、僕は思ってるんですけど。そうだね。まあ、あの二人ほんとしっかりしてるからね。うん、まあ、もうなんか期待してみてもいいのかなっていう。確かに。こっちが気張らなくても。そう、俺らは別に突っ込みたいわけじゃないから。そうなんだよ。ちゃんと壁男を紹介してほしい。俺らは。その通り。だから別に、止まんないからダメな動画とかじゃなくて、止まんない方がロケだから、ちゃんとした動画だから。そうそうそう。じゃあもうそういう期待も込めて、早速見ていきましょうか。見ていきますか。じゃあ早速見ていきましょう。あいつせえな、ほんと集合時間、集合時間だよね。あいつせえよ、ほんと遅れたって。顔かけるかっこいいよ。とりあえず、いつか、絶対に。やっちゃうよ。そういうの入りか。おぉー。あいつ遅いから。いいね。とりあえず、スベスベ。ノンフィクション。まあ、壁南にはね、田舎なんですけど、バッティングセンターがあって、そう。あとそういう、なんでしょう。壁南特有の、なんかその、良さを伝えてるのは本当にいいと思う。うん、すごいいいね。まさかバッセンが出てくるとは。ちゃんとしたロケで、こっちを期待できました。期待できるね。まあちょっと見て。まあでも遅刻してるモリリンはちょっと怖いけどね。まあでも、まあ、かける一人でもなんとかやろうって。まあ真面目なんで、真面目だね。まあちょっと見ていきましょう。見ていきますか。やー、バット重いね、久しぶりだった。すごい、髪型やばくない？俺って髪型やばい。この人、前髪がやばい。待って、スイングやばない、この人。ノンフィクション。特殊。なんか髪が口に入っちゃいましたみたいな。やめてよ。髪の長いナダル。ロン毛のナダルがバッティングしてただから。ロン毛のナダル。もう格好がもうね。ね。首なんだろう。わかんない。でもまだモリリンって確定したわけじゃない。確定ではないね。モリリンみたいなガタイの人がバッティングしてるだけかもしれない。ね、素振りすごい良かったけどね。確かに。ちょっと見てみよう。気になる。モリリン。モリリンです。ノンフィクション。やったね。なんか入りもモリリンだ。何もなかった。何もない。ちょっと言い方変えて、 M 強くして、モリリンです。挨拶の時もそうだからね。そうだね、いつも。モリリンです。モリリン、モリリン、モリリン。モリリンと出会いたいならマッチングアプリやればいいじゃん。タップル、ティンダー、タンタン、何でもやってるよ。このプロフィールを探してね。モップル。あれですげえなんかみんながテンポ崩れから。そうだね。まあでも、まあまあまあ、モリになったって。これ何、モデルの形してる。なんかすごいいい感じだね。多分意識したのかな。意識して。でも目のところにちょうど紐が入ってるよね。見ていきます。ノンフィクション。いる。あのね、モリリンにこんなね、カット入れてたらね、あの、毎秒入れるかも。あ、そうだね、毎秒入れるね。あ、じゃあ次行こうか。行こうか。何してんのお前。え、いや、ちょっと女の気分で買ってほしいのかな。女装で。そうそうそう、女の気分のバッティングってなんだ。おお、当てるよ。スイング男じゃん。パワーだね、やばいよ。パワー大きいね。アーティストに変わった。ノンフィクション。難しい。むずいね。むずいね、まして。いつ入れたらいいか分からんし。アーティストに変わった。なんかさ、怖
小ボケをスン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 ってくるもんで、こっちも止めにくいよね。あの判断基準に迷う動きが連続でくるから。すごいね。でもちょっともうなんかもう見るか。モリリンのキャラを知ってる人からしたら、まあ、ちょっと普通にフフってなるぐらいだから、ちょっと止めるか迷うね。いつまで打っとる？おお、変わった。いやお腹空いたわね。腹減ったね。いやノンフィクション。どこまでそのままで行くんだね。どこまで行くんだろうねこれ。そのさライダース来てるからさ。そう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 。なんか髪型戻るんかな。戻る。デートやんこれ。なんか女の子の口調じゃなかった今。ね。うん。もしかしたらモリリはもうこれで行くんかもしれん。最後まで。うん。あもしかしたらね。もしかしたらね。見る見よ見るか。気になる。ご飯の時間にしようかね。そう。しますわ。喋り方。喋り方まで。女になります、ね。女になっちゃったろ。生活だったんで。あ、でもちょっとここちょっとおしゃれそうじゃない。確かに。ちょっと高級感がね。ね、ここって美味しそう、美味しそうですわ。じゃあちょっとアポを取ってきますわ。頼むよ、アポ。じゃあちょっとアポを取っていきたいと思います。こんな髪型で。メデューサやん。何が一番うめえだ。こいつ悪いやつやった。こいつ悪いやつやった。今の表情といい、ヤニが一番うめえだがめっちゃおもろいんだけど今の。多分モリリン頑張っとるやんね、女装バレして。ね、これ小風園っていう劇団のあのちょっとお値段する、ね、まあよく宴会とかで使うご飯屋さんに、うん、すごい勇気出してね、アポ取り、ね、ロケらしいじゃん。そう、ね、言ってくれた田中。こいつ一人でヤニ芝居とるもんね。ヤニがうめえだね。モリリン見てこの笑顔。こんな笑顔タバコ吸うときしか見えないもんね。こいつ悪いやつだな。悪いやつもっと悪いかもしれない。そうだ。気がつか。気がつか。女性な苦戦したんだ。見た目で。まあでしょうね。わかりました。なんてやねん。なんてやねんお前。オッケーは、テンポ神か。しかもカメラも出てくるとこ、ね、抜くんかなーって思ったら、あーこれチークしてないこれ。初めて見た。中指と親指でオッケーするやつ初めて。呪術廻戦でなんか変な影響受け取る。人差し指と親指なのに。確かに。おーめでしょ。こいつな。いやこのカットおもろいね。やっぱ彼ららしいね。なんか笑いが生まれますよね。なんか目大きく見えるね。ほんとだ。すごいね、この髪のままアポ取れるってもう、ね、ボッサボサだよ。すごいな。こんな激闘店なの逆にね。気になるね。オッケーですわとかで帰ろう。ごめんなさい。ノンフィクション。ちょっと一瞬女に見えた。マジで見えた。マジで女に見えたし、女に見えたし、なんか後ろの背景と相まってホラー感がすごい。確かに。うん。ま、もう一歩間違えたら貞子だもんね。チークは濃い貞子や。でも女に見えた。ね、わからんの。動画終わる頃にはもう女性に見える。モリコに見えるかもしれん。ああ、確かに。ちょっとそこも期待だ。ね。見ます。見るか。はい、ということでやってまいりました。こちら小風園。もう一回なんで。はい、ということでやってまいりました。こちら日本庭園レストラン松風園さん。はい、はい、あ、見てください。この外の景色、これもう、うん、もう庭ですね。やっぱり趣があります非常に。で、なんと、いいところが夏にビアガーデンができると。へえ、そうなんだ。まあ、外で、付け出しもいい。壁なんで唯一できるんですか。すごい。壁なんで唯一できるビアガーデンができるお店。夏ビアガーデンしてるならここ来るしかないと。そう、ビール片手に。片手に来ちゃうの。ノンフィクション。ありがとう、ありがとうだね。俺らの仕事をやってくれてくれるね。助かるこれ。ちょっと今のはナイスツッコミだったね。なんかいらんかなこれ。うん、なんかこの二人で完結できるかもね。確かに、うん、あいつらとは大違い。全然違う。安心して見れるもんね。うん、続き見ます、ね、そうだよ。で、あと、まあ、メニューも豊富で非常に確かに定食がメイン。
で非常にまあ美味しいと評判のお店でございます。なんかこの審査にももう、じゃあ料理が来るのを慣れてきたね。待っていきますわ。同じ気持ち。はい、お料理が届きました。はい、こちら。待って。違和感なかったんだけど。女に見えるよ。もう俺。マジで。俺らテンポ遅れたもんね、今食べる。びっくりした。ほんで、どこで用意したこんなの。知らん。マジで違和感なくてビビったんだけど、かけるも普通な顔してるもんな。普通に馴染んでるわ。いやでも本当に女に見えとるから、うん、モナリザの額縁ぶち込んでも違和感ない。何これ。モリリンセンスあるかもしれない、ね、こっち系のキャラで言ったらいいかもね。確かに彼は今後でもまあ多分こっからね商品紹介というか、うん、お料理の紹介が始まるんで、そう見ましょう。碧南オートン的定食でございます。美味しそうだねこれは。非常にボリューミーでございますわ。美味しそうですね。早く食べたいですね。じゃあ早速ちょっと食べていきます。はい、実食しましょうか。ちょっと待って、食べよう。かける、食べよう。箸が、箸が取れない。いや、だろうな。だろうね、うん、取れんわこれ。全然助ける気ないしね。真面目なのか不真面目なのか分からん。よく分からんね。でもどうやって食うんだろうね。ちょっとそれも期待だね、うん、見ていきましょう。見ていくか。箸割れるんだけどさ、ここからも食えんだけど。頑張ったら食えるで。そんな。あ、食えんから、ちょっと口に入れて壊して。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。何を飛ぶの？え？ここ滑るのかな？そう、待って、ちょっと待って。ノンフィクション。今のは、令和初の、この、今のは、かけるあのね、おどおどした感じがなるほどね。かけるを1位なだけあって。あ、そうだね、かけるを1位。今のは、かけるの本心、あの、禁煙の部屋でタバコ吸いますっていうボケです。なるほどね。はい、あ、はい、はい。笑ってください。わかりました。ここ、モリリンがカスケンかったから。そうだね。まあ、俺らもね、一瞬、ここタバコ吸うっけ、ね、みたいになっちゃうけどね。本当はかけるはなってほしくない。そうだよね。タバコ吸えやんっていう。ツッコミが欲しかったな。なんで今僕しました。ありがとうございます。さすがかけるのことを知ってる。多分かけるも喜んでます今。よかったよ。それが欲しかったんだよ。なるほど。ノーフィクション。設定ガタガタやん。外しちゃっとるもんだって。こんなん。お互いがくちゃくちゃだもんね。同じ手の首こんなんなっとるもんね。タバコのボケ無視されたかけるとなぜか諦めて普通に食うモリ。いただきます。でかいですね、これ。あ、切れてません。でも、かぶって違う。ちょっと、あ、だからないと。そういうことない。じゃあ、ちょっと、あー、まあ、はい、これ、ちょっと、ほしい、これが森林ですよ。これが森林。ああ、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 そのミッキーが悪髪下ろせることもできますよ、はいはいはい、そういう説明したじゃん。モリリンもね、もうほんとこの悪髪というかこの天然な、そうだね、なんかこういう何をしてんのっていう、こういう笑いを下ろせるんですよ、ね、いやマジで面白かったね今の。実際かける側もね、もう吹いちゃってる、吹いちゃってるし、これがもうほんとモリリンの、そうだね、出たね、もう出ましたね。いや面白い、もう面白いな。じゃあ続きをね、どうやって来るの。ああこれになるの。はい、いやいやいや、あー、はい、さっさっさ、食レポね。はい、食レポね。食レポね。あー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 、早く食べてもらっていいですか。はい、あっ、食べるときその向きなんだ。いただきます。ノンフィクション。めんどくせえ。こいつとだけは飯に行きたくねえ、マジで。もうすっごい長い切るときこんなんだったしね、なんか。
常に肉厚で、お肉プリプリで、ソースと相性がっていい、美味しいです。で、ちなみに今髪の毛も食べてます。ありがとう。ちなみに、まあ面白いね、普通に触れた、まあまあ、いいね、ちょっと面白かった今のは。来るとは思ってたけどね。そうだね、まあ、ありがとう。髪の毛とも相性がっていいです。うまいわ。うまい。最後髪の毛取ればいいね。本当だよね。普通に飯食えばいいね。あ、でも本当予想通り最後まで行ったね、これで。だね。うん。で終わりました。二人の、はい。終わりました。バッティングセンターと、松風園。松風園、うん。日本料理庭園。うん。みたいな。もう本当に碧南のなんかその、碧南っていうところをまあピックアップしてくれて。うん。で、まあ、なんか、ね、らしい、面白さが、そうだね、ちゃんと出てましたよね。ということで、まあ、はい、第1弾、第2弾、ノンファミ食堂でした。何かまた機会があったり、ここ紹介したいなと思ったら、第3弾、第4弾、あるかもしれません。そうだね。こうご期待。はい、以上、ノンファミ食堂でした。